お、おお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 おマジはい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、伊藤ちゃんです。さあ、今回はですね、なんとこちら、ビゾン R ラブ使っていきたいと思います。まあ、この間、福ボックスで当たりました、この武器ね。で、こちらカスタムがですね、まあ、ただのスコープだけになってるんですけど、今回、まあね、前回とかの SG556 だっけの時とかもこういうの使ったりして動画撮ってたんで、今回この大きいの使ってやっていきましょう。まあ、本来であればこっちでいいと思います。まあ、配信で使ったんでいいかなと。で、ちょっと比べていきたいんですけども、HK416C とちょっと見ていきましょう。こちら用意したのはなぜかというと、まあ、連射と射程がちょっと似てるから、これいいかなと思ってこれ持ってきました。まあ、集団もほぼほぼ一緒なんでね。で、ですね、リゾンの方が足がちょっと遅いのがちょっと嫌ですね。これ90っていうギリギリのね、MP7 とかともっと速いんですよ。93とか。これベレスクだからさらに速いです。あ、MP7 も速いんだっけな。で、HK416C だと、まあ、48の41ということで、かなり、攻撃力も上がって、スポーター貫通力もあるんで、ダメージの通り分は申し分ないんですよ。まあ、前も実況で言いましたけど、かなり使いやすいっていう。で、ただ、ビゾンの方は15の37ということで、お、大丈夫かっていう風になっております。まあ、実際でもね、ビゾンのこの集団は、こいつの 416C を上回ると僕は思ってますので、この間使った体感ではね。なので、実際ね、このビゾンで暴れられるのか、やっていきましょう。さあ、やっていきましょう。こちらで、セリカ 3SGTE。あれセリカってあれかな、トヨタの方の車かな、あのミキ先輩が乗ってる方ではないよね、多分これ。ミキ先輩画像参照。お、バレちまった。うぇー、弾数どうす、弾数どうす。このさりげなー借り感じで、これ。あ、バレちった。お、タイタン AK。あれ欲しいんだよね。あれブリッツと性能一緒らしいですね。マジ欲しい、あれ。タイタンっていう名前だけで欲しい。すげえ、出てくる全然拾わねえんだけど、あんだけジャンプしたのに。腹でジャンプダメに決めたのに、今ね。笠井さんもびっくりだよ、俺のジャンプに。おい、お、あんま入ってないかなと思ったけど、ちょっと入ってるね。せっかくなんで、この右クリックもね、使っていきましょうか。あんまり、強くはないんですけど。すげえ、邪魔だな、マジで。いや、すげえ邪魔だと思われ。正直超邪魔だ。ああ、助けてもらっちゃった。当たった。全然入ってねえじゃん。マジ使う意味ねえやと。これね、覗くとね、射程伸びるとかだったらね、面白いね。まあ、そんなことはないんですよ。おお、ごめんなさい。ごつんこしちゃった。サプレッサーも搭載できております。まあ、だからといって、何って感じであるけど。落ちなさすぎでしょ。俺そんな当ててなかったわけじゃないよ今絶対。まあそんなもんだってことだよ。さあ必死にね。さあ3つだけ打って、さあもう一度リベンジ、リベンジサプレッサー、リベンジサップ。あ、ケツ出してたわ。リベンジサッパーやっぱここ取ってる時に使いたいね。なるべく頭をしっかり打って。あー、出たら死にそう。ジャンプ中の精度が神。ジャンプ中の精度がマジ神。よし、隠れた。こんにちは。あー、バレちった。もう一回サプレスつけよう。高級タイプサプだったらタイプあったらいいな。高級タイプサプレッサーなら神だった。毎回つけろ。マジで頭狙っていかねえと。おお、マイガー。結構頭狙ってるから俺。
あ、やばい、右側いた。きついな、あれ。倒してみようか。ありがとう。マジマジマジわかんねえわかんねえわけわかんねえことになってたマジ。サプレス様々なんだけど。裏取ったわけでは、裏取りに行ったつもりじゃないから、突っ込みに行ったから、ね。静かに倒すなぁ。やばい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 、火力負けする。サプレッサーマジ撃ってかどうかわかんねえんだけど、俺ですらわかんねえんだけど、撃ってる本人がわかんねえ。どんだけ静音なんだよ。これなら自分の家で、自分の部屋で撃ったってわかんねえな。なんか指取られ始めた。やばいやばい、死ぬ死ぬ死ぬ。おお、なんで。UAV、 UAV 取ってくるたわけがいる。ちょっと待て待て待て、あいつを倒しに行け。いけいけいけ。あ、やばい。ふぅ、大丈夫か。Oh my god。行くぞー、行くぞー。あれガンバ名古屋じゃねえよ。あれガンバ大阪じゃなかったっけ。名古屋違うでしょ。あー、もうラスキル惜しかったなー。さあ、キャノンキャノンキャノンでやっていくよ。ちなみに僕の使ってるプリンターもキャノンです。ちょっと今まで使ったことない顔文字で返そう。あー、どうしよう。やばいな。やばい、後ろが追っかけられてる、後ろが追っかけられてる。やばい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 、なんか音もらったの。はぁ、サプレッサーつけよう。お、強いじゃない。最後の引き金を。え、お、何もしない。手榴弾投擲。本当に批判だよ。僕らだ。じゃあ。じゃあセンター、センター、本物はセンターを絶対にやってくるから。ああ、終わったー。支援を要請する。うーん、ん、持つよ。ほい、あったあった、持つよ持つよ。これ中崩すの相当きついな。ほら、やっぱりは失敗だ。出てこい抑揚の。ちょっと言い過ぎでしょさっきの。でい。クリア。あら、うまい。目標地点への偵察支援を要請する。うわー、マジか。リロード中って読んだんだけどね。全然普通に見てたわ。いやー、どうしようかな。攻めで全然取れなかった。なんで俺が当てられるの。いやー、当てらんねー。
ですよね。いやー間に合わなかったか。5発とか入れて半分しか削れてない。やばいよ、マジで弱え。マジで弱え。5発入れて半分だよ。落ちないな。いやーダメか、ダメかー。あまりにも早い、あまりにも早いよこれ。さあこれ頑張れるか。おお、マジか、うまっ。当てたじゃん。ほら頑張れ。 X 強押したんだから、 X 強、 X 強押したんだから。ハラミカルフィ。さあ一人は6割カット。さあいるね、発電。一人は6割カット。真右、いや戻ったのか。中だね。爆弾が設置された。あ、ちょ、クランチャットで撃ってたこれ。あと5、頑張れるか。惜しい。はい、ものすごくボコられたんですけど、どうだったでしょう。割とね、まあ、これ結構弱い部類の方ではあるけどもね、課金武器の中では。でもまあそれなりに楽しくやれたと思います。あ、やっぱ集団いいっすよね、かなり。そこだけはめっちゃ褒めれる。めちゃくちゃ集団いい、本当に。ジャンプ打ちしようが何しようがめっちゃまっすぐ飛んでいくっていう、だからそれはすごくいいなと思うんですけど、やっぱキャノンみたく武器パワーが強いところが活躍するような場所だとやっぱりちょっと厳しいなーって。こう物使ったりとか悩むのを使ってうまくごまかしながらね、戦っていかないといけないかったりするので、こういう武器っていうのは結構テクニックがやっぱり必要なので、そういうところは難しいなと思いましたけども、でもやっぱり楽しく使えて、まあね、ちょっとスコープはデカすぎるんで、スコープがデカすぎるって感じだったんですけども、普通にこう AI とかでこれダンスアップだし使えるかなと思いました。他にも普通にいろいろ AI 以外にも AI というか感染か、感染とかでも使えるし、なんか他にも使い道があって、まあなんかネタで遊ぶ分にもいいし、まあ普通にその感染 AI とかでも使ってもいいかなってなんていうふうに思いました。まあそんなわけでね、意外と使い道が、あったなっていうところを感じ取れましたし、楽しく使えたということで今回は、非常に満足でございます。というわけで皆さんまた次回、お会いしましょう。お疲れ様です。